こんにちは、猫じゃらし文芸部です。人間とは何か、そんな永遠のテーマを文芸を通して考えていきます。今日は芥川龍之介の世界、小説都市春を取り上げます。それではテーマ、そして読み解き、最後に作品のメッセージと感想の順でお話をしていきます。テーマは、金持ちでも仙人でもない正直な暮らし。都市春は大金持ちになってみて、金だけでしかつながらない人間関係に愛想を尽かす。人間を超えた力を授かることを願い、鉄管師の弟子となり仙人の修行をします。何があっても決して声を出さないとの誓い、それは感情を表に出さないことでもあります。数々の恐怖の試練に都市春は耐えます。しかし地獄の攻めくに遭いながらも、我が子を思う母の愛情の深さに本当の人間の姿を知ります。こうして都市春は思いやりを大切に、人の世で正直な暮らしを送る尊さを知ります。それでは読み解いていきましょう。物語は都市春の白昼夢のようです。芥川はこの児童向けの話で何を伝えたかったのでしょうか。人生で出くわす様々な出来事、試練、選択、決断、その先にたどり着く真理、そんなことをファンタジーの世界で体験させます。ある春の日暮れ、唐の都洛陽の西の門の下に、ぼんやり空を仰ぐ一人の若者がいました。名を都市春といい、元は大金持ちの息子でしたが、すでに両親はなく、残された財産も使い果たし、その日の暮らしにも困る哀れな身分になっています。この時点での都市春の年齢は10代の半ばくらいでは、今の日本で言えば中学高校くらいでしょう。両親もなく、お金もなく、学問する機会もなく、結果無垢であり無知ではあるが、純粋な人間という設定で登場します。洛陽は天下一の隆盛を極めた都で、それは華やかで、まるで絵のような美しさと描写されます。絢爛な大都会に孤独に佇んでいるのです。お金がないことにはとても楽しめそうにはありません。一文なしの都市春は、つまんないな、これからどうしようか、川にでも飛び込んで自殺してしまおうかと考えています。これって生きようとする意志も能力も全くありませんよね。そこに不思議な老人鉄管師が現れて、都市春は幻想皇帝よりも大金持ちにしてもらえるのです。なぜでしょうか。金とは何かを学ばせるためですね。都市春は立派な家を買い、贅沢な生活を送り、毎日宴を催します。乱量の酒や慶州の龍眼肉、ボタンの花を庭に植えさせたり、白クジャクを飼い、玉を集め、錦を縫わせ、香木の車、象牙の椅子と華やかです。すると噂を聞いて、今まで道で行き合っても挨拶もしなかった友達が朝夕と遊びに来ました。半年経つ頃には洛陽の祭司や美人がやってきました。金の灰に葡萄酒を組み、天竺生まれの魔法使いは刀を飲む芸を見せ、周りの10人の女たちは翡翠の蓮の花を、さらに10人の女たちは目のボタンの花を髪に飾りながら笛や琴を演奏します。贅の限りを尽くしていますね。楽しい交友のひとときですが、にぎわいに群がるだけの人たちのようです。貧乏になると人々はさっと潮が引くように去ってきます。2、3年が経ち、やがて都市春が無一文になると、誰一人宿を貸すどころか水一杯を恵む者さえいなくなりました。都市の魅力なのか、若さのせいなのか、学習能力がないのか、都市春は二度鉄管師に大金持ちにしてもらいますが、同じように祝宴を開き、人々が集い、金がなくなると人々はまた去っていきます。冷たいというか、都合が良いというか、極
極端な態度ですね。これでは真の友人関係など望むべくもありません。トシシュンは人間の薄情さに愛想を尽かします。三度大金持ちにしてくれるという話をトシシュンは断り、鉄管師の弟子になりたいと懇願して了承され修行に入ります。仙人を希望した理由は、富の前には首を垂れるが貧乏になると目もくれない人々に不信や絶望感を抱きます。そして人間を超えた優秀な能力を身につけたいと願います。やや虫が良すぎますが、人間世界から脱出したい心持ちですね。二人は大空を舞い、ガビ山に向かいます。どんなことがあっても絶対に声を出してはいけないというのが修行であり、鉄管師の戒めです。トシシュンの前には恐ろしい魔物たちが次々に現れて彼を脅かします。ランランと目を光らせた虎が一匹岩の上に踊り出て、トシシュンを睨み一声高くたけりました。後ろの絶壁からは大きな白蛇が炎のような赤い舌を見せて降りてきます。やがて虎と白蛇は一斉にトシシュンに飛びかかりました。虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるかと思った瞬間、虎と蛇は消え失せました。すると稲妻が闇を裂き、凄まじい雷が鳴り、滝のような雨が降ってきましたが、それでもトシシュンは恐れげもなく座っていました。そして一本の火柱がトシシュンの頭に落ちかかりました。トシシュンは耳を押さえてひれ伏しますが、目を開けると以前の通り晴れ渡っていました。今度は金の鎧を着た厳かな神将が現れます。手には三股の矛を持ち、トシシュンの胸元に向きながら目を凝らして叱るのを聞けば、ガビ山は天地開闢の昔から神将の住まいだ、はばかりなく入ってきてけしからん、名を名乗れと言います。トシシュンは老人の言葉通り口をつぐんでいます。すると向こうの山から無数の新兵が空に満ちて槍や刀を持って攻め寄ろうとしています。トシシュンはうわっと叫びそうになりましたが、懸命に黙っていました。神将は強情なトシシュンに三つ股の矛を光らせて一月に突き殺しました。しかしトシシュンは約束したことは守り抜くという強い意志を持つことを身につけました。ただこの動機は人間に愛想がついたからでしたね。もしかしたら仙人という名誉を得るためかもしれませんね。トシシュンの体は岩の上に仰向けに倒れますが、魂は静かに体から抜け出し地獄へ降りて行きました。トシシュンはこの世と地獄の間の暗穴道を通り、神羅殿の御殿に出てきました。魂が地獄に落ちます。しかし地獄でも様々な罪苦にあっても口を開きません。怒った閻魔大王は鬼どもに命じます。鬼どもは言いつけに従い、剣の山や地の池、焼熱地獄、極寒地獄などの地獄へ変わる変わるトシシュンを放り込んでいきます。トシシュンは剣に胸を貫かれ、火に顔を焼かれ、舌を抜かれ、皮を剥がれ、鉄の臼に疲れ、油の鍋に煮られ、毒蛇に脳みそを吸われ、クマタカに目を食われ、際限のない攻め苦に合わされます。それでもトシシュンは我慢強くじっと歯を食いしばったまま一言も口を聞きませんでした。そしてついに閻魔大王は血の海で馬の姿にされている両親を引っ張ってきて、口を聞かないトシシュンに向かって、この不幸者めが、父母が苦しんでもその方さえ都合が良ければ良いと思っているのだなと言い、鬼どもに命じて鞭打たせます。馬と化し畜生になった父母は苦しそうに身をもだえ、目には血の涙を浮かべいななきました。肉は裂け、骨は砕け、息も絶え絶えに倒れ伏したのです。トシシュンは必死になって鉄管師の言葉を思い出して目をつぶっていました。鉄管師は試します。
都市神は人間の感情をなくしてしまうことを良しとするかどうか、非道になれるかどうかですね。そして鬼たちに痛めつけられ、苦痛にあえぎながらも、心配をしてない、私たちはどうなってもお前さえ幸せになれるのなら、大王が何とおっしゃっても言いたくないことは黙っておいで、と懐かしい母親の声を聞きます。都市神は耐えきれず目を開き、半死の馬の首を抱いてハラハラと涙を流しながら、お母さんと一声叫びました。母の深い愛によって都市神に人間への信頼感が回復します。気がつくと、都市神は夕日を浴びて洛陽の西の門の下に佇んでいるのでした。ここで白州夢だとわかります。どうさな、弟子になってもとても仙人にはなれますまい。固めの老人は微笑みながら言いました。都市神は仙人になれなく嬉しく思うと言います。いくら仙人になれても地獄で鞭打たれている父母を見て黙ってるわけにはいかないと言います。人間的な感情を持つことの素晴らしさに気づいたということです。すると鉄管師は、もし無言でいたら都市神の命を絶ってしまおうと思っていたことを打ち明けます。確か肉体はすでにガビ山で朽ちていたはずです。はて、そうです、ここで殺そうとしたのは魂ということになります。つまり都市神は人間ではなくなるということです。鉄管師はもう仙人にも大金持ちにもなりたいとの望みはあるまい、ではこれから何になったらよいと思うか、と尋ねます。都市神は、何になっても人間らしい正直な暮らしをするつもりです、と晴れ晴れとした調子で答えます。その言葉を忘れるなよ、と老人は言い残し、二度と会うことはないと別れます。去り際に鉄管師は都市神に泰山の南の家を与えます。そこは洛陽から離れた田舎で、畑があり桃の花が咲き乱れているところです。人間らしい暮らしは都会にはありません。自然こそが桃源郷なのですね。最後に本作品のメッセージと感想をお話しします。都市神の人間としての成長は、若さゆえに都会の中で生きること、そして金だけが全てだと思い込み、金を使い果たし死のうと思います。鉄管師に大金持ちにしてもらいますが、金では満たされないものを知り、同時に人間に愛想を尽かし遠征的になり、俗世を超越する仙人を目指します。しかし地獄で苦しみながらも都市神を守ろうとする母親の思いに触れた時に、金よりも名誉よりも愛情のかけがえのなさに気づきます。都市神は母の愛情によって魂を震わされ呼び起こされます。鉄管師は都市神にお金を与え、豪奢とは何かを教え、仙人の修行で恐れへの勇気や身体の克服を経験させ、そして肉体が朽ちても最も大切なものは善なる魂であることを確認させます。都市神は大金持ちになり贅沢に暮らす虚しさ、また世離れして思いやりやいたわりの心を失うよりも、愛することの大切さを忘れず人間として正直に暮らすという生活を選びます。芥川は子供たちが徳のある生き方を学ぶことを願っています。以上、都市神でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。